皆さん、こんにちは。専属学園音楽大学コールファンタジアです。本日は専属学園オンラインフェスティバルをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは声楽コースの在学生卒業生からなる混声合唱団です。2012年に BSTBS 日本名曲アルバムへの出演依頼をきっかけに結成されました。その他に BS 富士や NHK などの番組出演、また東北各地での被災地支援チャリティーコンサートやイタリアでの招聘演奏、 CD 録音、新作合唱曲の初演など多岐にわたって活動しております。本日は今までのレパートリーの中から人気の曲や番組内で由紀さおりさんや安田幸子さん、灰田翔子さんとコラボしたあの名曲をお送りいたします。そしてなんと今年は新たに男性コーラスが加わりました。昨年とは全く違う重厚感あふれるサウンドをお楽しみください。まずはじめにお送りしたのは作詞秋元康、作曲御嶽明による川の流れのようにでした。言わずと知れた日本歌謡界の女王美空ひばりの生前最後に発表されたシングル作品です。オープニングらしく華やかな女性合唱でお届けいたしました。次にお送りする曲は阿久悠作詞、宮川博士作曲による宇宙戦艦ヤマトです。2009年に高等学校の音楽の教科書にも掲載されたこの曲はヤマトの航海の目的とそれをやり遂げる信念を歌い上げた内容となっています。力強い男性コーラスと美しい女性のバックコーラスからなるハーモニーをどうぞ最後までお楽しみください。Oh.
いての曲は岡田文子作詞、庄司治作曲の怪獣のバラードです。バラードと聞くとゆっくりとした曲調を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実はバラードという言葉はいろんな意味を持っています。この曲も言葉のイメージとは裏腹にはつらつとしたとっても楽しい曲です。在校生による元気あふれる一曲をぜひお楽しみください。次にお送りしますのは宮沢和文作詞作曲の風になりたいです。テレビや音楽の教科書にも載っている名曲ですので、皆様も聞きなじみがあるかと思います。今回は本学教員荻野松信先生の作曲になっており、編曲となっております。原曲とはまた一味違った雰囲気をお届けしたいと思います。それでは2曲続けてごゆっくりお聴きください。
ここからは我々男性コンビで進行を務めさせていただきます。続いてお送りいたします曲は花咲く旅路とカチューシャの歌です。花咲く旅路は1991年に原優子さんの楽曲として作詞作曲を桑田佳祐さんが務められた曲です。数々の CM ソングとしても使用され、第42回 NHK 紅白歌合戦の際には原優子さんによって歌唱されました。そして2曲目にお送りしますカチューシャの歌は1914年に発表された日本の歌謡曲です。並びに同じ年にこの曲を題材とした短編映画も制作公開されています。作詞は島村宝月、相馬漁夫、作曲は中山新平となっています。作曲の中山新平といえば、あの有名なシャボン玉の作者としても知られています。曲中のカチューシャかわいや別れの辛さという歌詞は当時爆発的な流行語になったようです。片方はおよそ30年前の、もう一方は100年以上の前の曲となりますが、こうして歌い継がれているという事実に驚きます。またとても魅力のある楽曲であることを実感いたします。時を超えてこれらの曲が、私たちの歌が皆様の心に届くものでありたいと切に願っております。それでは2曲続けてお聴きください。どうぞ。
からはコラボ曲を2曲お送りいたします。まずはじめにお送りする曲は三浦徳子作詞、小田雄一郎作曲の青い珊瑚礁です。松田聖子の2枚目のシングル曲としてリリースされたこの曲は今では誰もが耳にしたことがあるとても有名な曲になっています。この曲で松田聖子の名が世の中に知れ渡り、またコマーシャルにも使われ様々な歌手がカバーをしています。ソリストは木村美代さんです。それでは爽やかな詩とメロディーを卒業生の美しいハーモニーでお届けします。ぜひ甘酸っぱい夏の匂いを思い出しながらお聴きください。
続いてお送りする曲は北山治作詞、加藤和彦作曲、あの素晴らしい愛をもう一度です。この曲は1974年にこの2人の連名でリリースされ、シモンズのデビュー曲としても使用されています。またソロやデュエットの形でカバーされるほか、中学校の音楽の教科書にも掲載され、さまざまな編曲がなされています。今回は昨年度大学院グランプリ特別演奏会にてグランプリと審査員特別賞を受賞した長嶋さやかさんをソリストに迎え、学部生がバックコーラスを務めます。ソリストの素敵な歌声と学部生の爽やかなコーラス、そして男性とのアンサンブルもぜひお楽しみください。命かけてこう
ここまでお楽しみいただけましたでしょうか。続いて群青花は咲くの2曲を出演者全員で演奏いたします。群青は福島県南相馬市立小高中学校2012年度卒業生が作詞、同校教諭の小田美希作曲、そして編曲を信長高富によって作られました。2011年東日本大震災によって離れ離れになった友人への思い、そして再会への決意が込められた作品となっています。また岩井俊二作詞、菅野陽子作曲の花は咲くは、東日本大震災の復興を応援するために NHK 東日本大震災プロジェクトのテーマソングとして作られました。ここで本日指揮をしてくださった田中良一先生、伴奏の曲尾雅子先生をはじめご指導くださいました先生方に感謝申し上げます。コールファンタジアの演奏は次で最後の演奏となりますが、専属オンラインフェスティバルはまだまだ続きます。引き続き YouTube 生配信をお楽しみください。来年こそは皆様と会場でお目にかかれることを願っております。それでは2曲続けてどうぞお楽しみください。